今回も三三経戦法について紹介したいと思います。三三経と現在跳ねた局面ですが、先手は5八玉と上がります。でそれに対して7六飛車と横歩を取れないことは前回解説したと思います。後手は1四歩と端歩を突きます。これ後に生じる2三歩というですね、先手から角の頭に歩を打って形を乱す手に対して、角を逃げる余地を作っておくという一手ですね。でそれに対して先手は3八金と上がります。1四歩とついてあるので後手は7六飛車と横歩を取ることができる形になったんで、もしもですね3八金と上がって7六飛車から大乱戦になっていくんですが、この順が怖いという方は先に3六飛車と引いておくても良いと思います。今回は、3八金と先に上がってみます。で、この手に対して、後手の指し方はいろいろあるんですが、一番オーソドックスな順を紹介したいと思います。6二玉と上がります。今まではですね、この後手の玉が中住まい、まっすぐ上がったり、もしくはですね4一玉というふうにこちら側に行く手をメインで紹介してきたんですが、この三三桂戦法というのはですね、この桂馬が跳ねてあって、ちょっと桂馬の頭が弱いんですが、いつか桂馬を飛んだりして攻めていくことを、メインとしてますので、できればこちら側に玉が近づきたくないんですね。で場合によってはこの飛車が引いてこちら側に回るひねり飛車みたいな形も想定していますので、その時に玉がこちら側に囲っていった方が良いということです。6二玉と上がります。で先手は、3六飛車と飛車を引きます。でこの3六飛車実はですね結構怖い狙いがありまして、後手としてはこちら側の形なんですが、まずは1四歩と端歩を突いておくというのが1つ目。で2つ目は先手の飛車が3四にいるうちはまだ平気なんですが、この飛車がですね、今のように3六飛車とですね、引いた時、ここは気をつけなければいけません。例えばこのまま7二玉とですね玉を寄って囲ったとすると2三歩みたいな手が出てくる危険性がありますね。でもしも同金と取ると2四歩と打たれまして、同金と取ってこの3三の地点が、弱くなってしまうんですね。でここで先手はですね一回、8七歩とですね歩を受けます。これはこの角でですね桂馬を取りに行くことを考えると、動くとですね後でお返しで飛車を成られてしまうので一回受けておくと。で後手が、8四飛車と引いた時に、3三角成、もしくはですね3三飛車成と飛車から行く手もありだと思います。どちらでも良さそうですね。3三角成として、同角ですと同飛車なり、これは桂得しながら竜を作ることができましたので先手よしですね。で取れないので、3五歩と打ったとしても、これ飛車取りなので飛車が逃げてしまうと3三角とですね角を取られて、これはたちまち大失敗になるんですが、飛車取りを無視して強く2二馬と踏み込みまして、3六歩にどちら取りますかね、1一馬もあれば3一馬と取ってですね、次に5三馬と引くような手も残ってますので、この局面自体は、後手に飛車は渡してしまったんですが、先手はその代わり角と銀と桂、3枚替えですね。しかも大駒が入り合ってるので実質的に銀と桂の丸得ですね、プラス馬ができていることで、この局面自体は先手の、必勝形と言ってもいいぐらいだと思います。このような狙いがあります。戻しますね。
で、まあ、2三歩に、まあ、1三角と端歩をついてるので角を逃げる方が、まあ、多少はマシなんですが、これでもですね、8七歩と受けて、まあ、8四飛車もしくは8五飛車と引いた手に対して、まあ、3三角成と踏み込む手もあれば、強く3三飛車成同金同角成とですね、2枚替えで踏み込む手も有力ですね。飛車と金桂の交換で、まあ、さらにはこの1一馬と香車を取る手も残ってますので、基本的にまあ3枚替えに近いと。で、後手からは2五飛車のような手がまああるんですが、まあ、これ歩は効きませんね。2三に歩がいますので2七歩とか受けることはできないんですが、まあ、普通に2八銀と受けておけば、まあ、これ以上の侵入はないと。で、まあ、香車を取る手もあれば、例えば、馬がですね4三馬と寄って飛車取りと6一の金を狙うなんていう手も出てくるので、まあ、後手の飛車が2九飛車成と成り込む手さえ防いでおけば先手の優勢は変わらないと思います。はい、ですから後手としては、この局面で7二玉と寄ることはできないんですね。3六飛車には4二銀と上がるのが、まあ、基本となってます。はい、銀を上がることによってこの3三の地点を3枚で守る、補強したわけですね。ですから、まあ、そうですね、こう6二玉と上がる前にもう1四歩と4二銀を指してしまうというのもありかもしれません。まあ、どうせ後で必要なので怖いあの狙いを相手に与えてしまう前にしっかりと、はい、銀と端歩を入れておくということですね。ですからこの形、この形が三三形戦法で、まあ、後手としての、まあ、序盤の基本の形となります。で、4二銀に対して先手は、まあ、1六歩と1回端歩を受けておきましょうか。はい、これは、まあ、いつか端攻めするかもしれませんし、相手から端歩を伸ばされるとですね、伸ばされてくるといつかこの桂馬とセットで端攻めなんていう可能性もあるので、まあ、受けておいて損はないと思います。で、7二玉4八銀と上がります。はい、で、まあ、後手としてはですね、まあ、この8六飛車がちょっと不安定なので早めに引く手もあるんですが、まあ、8六にいたからといって桂馬跳ねてですね、角と角の睨み合いを止めてますのですぐに怖いということはありません。で、8六にいるメリットというのがもう少ししたら出てきます。はい、で、4八銀に6二金と上がるんですね。まあ、あのひねり飛車を目安にすると8二玉から、まあ、先手が何かやったとして7二銀のような美濃囲い、はい、これも非常に優秀なんですが、今のところはですね、8筋の方、ここですね、玉頭の歩が切れていて先手方も8七歩と受けてない形ですので、何かの時にすぐに攻められてしまう心配がありますので、まあ、美濃囲いが悪いというわけではないんですが、まあ、結構気をつけなければいけない点が多いですので、まあ、初心者の方は6二金という形の方が安定していて良いと思います。で、先手は、はい、9六歩9四歩と、はい、端歩を受けます。で、こうなってくるとこの8六に飛車がいるとですね、先手のこの飛車の横利きが通ってない限り何か止まってしまうといつでも7六飛車と横歩をかっさらうことができるんですね。ですから先手が2六飛車から次に3六歩などとやりたいんですが、まあ、この弱い系統を狙って指したいんですが、こう3六歩と突いた瞬間には横歩をですね取られてしまいますので、先手としてもこの飛車の動き、3六の飛車の動きに制限がかかっています。まあ、そこで例えば8七歩と、まあ、受けるしかない、まあ、いつか受けなければいけない歩なので受けたとすると、そこで、
8四飛と引いておけば、まあ、先手に8七歩と打たせることができるんですね。でここに打ってますとこの玉に対して後でですね持ち駒の歩を8四歩と垂らしたりですね攻めに使うことができませんので、まあ、できれば先手にここに歩を打たせたいということが言えます。で次にですね2四飛車と回る手があるんで2六飛車と戻るんですが、まあ後手はですね2五歩と抑えます。で5六飛車2四飛車とですね、はい、ひねり飛車のようにこちら側に飛車を転換して使います。で次に2六歩と伸ばされる手がありますので先手も2七歩と受けておきます。まあお互いに2五歩と打って2七歩とですね持ち歩を、まあ、使い合ったという状態になります。で後手はこの後ですね5四歩と突いていくんですね。はい、これがまあ6二金型のメリットでもあるんですが、金がここにいて、はい、銀を次に出していくと。例えば、まあ、先手が何か7五歩とか、こちらもひねり飛車模様に構えた時に5三銀と上がってですね、はい、ここの連結が非常に良いですね。美濃囲いの形よりも連結が良いと。で5三に銀が上がった後この銀を例えば6四銀と使っていくこともできますし、まあ、3一角と連動してこちら側7五の歩を狙うこともできます。で先手の飛車が5六からいなくなれば4四銀と使ったりすることもできます。はい、例えばここで何しましょうかね、7六飛車と回って、まあ、単に6四銀と出る手もありますし、一回8二銀とですねこの辺りを補強しておくという形で構えていくのが、まあ、基本的な戦法の戦い方となってます。もうちょいやりましょうか。6八銀と上がって、まあ、この角を3一角と引いて次に6四銀から7五銀など狙ったりするのもありますし、まあ、7七桂で6四銀と上がって歩をいきなり狙う手もあれば、まあ、6四銀と上がると先手は9七角という形になりますので、まあ、いつでもできるということで5五歩と伸ばしておいてですね飛車の横利きを通すとか、はい、こういうふうに戦っていくのが、三三桂戦法の戦い方となります。まあ、先手の方も、まあ、中住まいにですねバランスよくしっかり構えてますし、まあ、互角の戦いでお互いに不満のないところだと思います。ですからまあ序盤桂馬跳ねた直後には結構気をつけなければいけない手をですね後手にとって気をつけなければいけない狙いなんかがいくつかありますが、まあ、それさえしっかり1四歩と突いたり4二銀と上がったりしてしっかり守っておけば比較的、まあ、じっくりとした穏やかな展開になりやすいですので、まあ、激しい戦いをあまり望まないという方にとっては、まあ、横歩取りの後手として有力な戦い方ではないかなと思います。はい、今回はこれで以上となります。